爆竹さんでいうとこのヒロイン螺旋柱を収録したシングル CD までが一つの区切りになってて、これ以降まあささやき月世界ブランニューラバー以降は、まあ、今の形のシングルを販売してるんですね。これがいわゆる8センチ CD っていうシングルの形態で、それ以降出したものがこういう皆さんおなじみの形式のシングルになってると。でちょっと今手元にちょうどいいのがあったんで持ってきたんですけど、爆竹さんのこのシングルっていうのはもうこれで成立してる縦長の形状なんですけど、このたまたま TM ネットワークさんのセブンデイズ・ウォーのシングルが手元にあったんでこれ持ってきたんですけど、ここに折り目がついてる。で内側にも折り目があって、これパキッと折って取れるんですね。取って折るとこういう形の正方形のコンパクトなサイズになるっていうのが、まあ、初期のシングルですね。多分正方形っていうのはレコードの LP レコードも EP レコードも正方形だったので、それに近い形でコンパクトになるっていうので、まあ、売り出したんだと思うんですけど、実際折り曲げる人っていうのはほとんどいなくて、折り曲げられたものっていうのは中古ショップに持って行ってももうただ同然になるんで、皆さんこの形で折らずに保管してたと思います。まあ、もちろんさっきヒロインが境目って言ったけども、その前にも一回例外的に、ね、見えないものを見ようとする誤解、全て誤解だの時にもこの形式で CD は出てるんですけど、まあそれはちょっとさておき、まあ、前回のマーキュリーさんの在籍時代って結構尖った作品出してたよねっていうお話とも通じるんで、そちらの動画も合わせて見ていただければ幸いなんですけども、ささやきであるとかこの月世界っていうのが1998年リリースなんですよ。で1998年っていうのは世間的に言うと CD の売り上げ枚数が一番多かった時代っていうふうに言われてます。でその時代にこれ出してたっていうのもなかなか面白い話なんですけど、それはともかくその時代ですね、今手元にあるビジュアル四天王と呼ばれたバンドのシングルも確認してみたりしたんですけども、なかなかアーティストさんが作品としてシングルを出すっていうのが難しい時代だったんですね。この辺当時の時代背景を知らない人は考えたこともないことなのかなと思って、改めて今動画としてアーカイブとして残しておこうと思ってこの動画撮ってるんですけども、よく AKB さんとかそのなんとか坂さんの CD シングルの売り方を握手券商法って揶揄する方いらっしゃるじゃないですか。若手のビジュアル系バンドでも限定版 A タイプ B タイプと通常版 C タイプを3種類買うとメンバーとチェキが取れますみたいな特典商法とかもやって、皆さん CD の販売に苦労してるとは思うんですけど、じゃあその1998年のマックスに CD が売れてた時代が正々堂々と音楽としての作品で販売枚数を稼いでたかっていうと案外そうでもないですよ。もちろん CD という作品を売って市場が活性化してたんですけど、さっき言ったビジュアル四天王のシングルを見ても実は1曲目がシングル曲、100万枚近く売れたような大ヒット曲、2曲目がカップリング曲、3曲目に1曲目のノンボーカルバージョン、4曲目に2曲目のノンボーカルバージョン、計4曲収録。ビジュアル系じゃない、まあ、アーティストの方っていうのはもっと極端で、1曲目がシングル曲で CM タイアップ曲、2曲目がそれのカラオケバージョンっていう2曲収録のシングルとかも実際あったりして、まあ、一番多かったのはシングル曲とカップリング曲とシングルのカラオケバージョンの3曲入りっていうのが一番多かったと思うんですけども、それって例えばカーステレオとか、まあ、昔だと CD 突っ込んで聴く人も結構いたと思うんですよ。僕もそうだったんで CD 突っ込んでリピート再生してると1曲目2曲目アーティストの曲が入って、3曲目カラオケバージョンでボーカルが入らないトラックがあって、また1曲目に戻ってっていうリピート、やっぱり今一つ作品としてどうなのかなっていうところがあって、ただ爆竹さんの場合はそういう時代にあってもカラオケバージョンを収録したシングルっていうのはおそらく出てないんじゃないかなと思うんですよ。僕が思い出せないだけなのかな。でもこの CD が売れてた時代の
そういうよく、なんて言うんでしょうね、握手券商法とかに比較して言うと、カラオケ教材商法みたいな、CD を買って、カラオケに行ってみんなに披露するための練習用のためにシングルを買ってる、そういう売られ方をしてた時代っていうのが確実に過去にはあって、そこにおいても爆竹さんっていうのはあんまりカラオケバージョンっていうものには手を出さずに自分たちの作品だけを発表し続けてたなっていうのは、今にして思うとやっぱり僕爆竹さんのそういうところ好きだなって思うんですよ。普段は基本的に一発撮りの動画なんですけども、今日の動画は後で編集しながらね、あ、このままだとちょっと誤解を招く表現があるなと思ったので挿入するために別撮りしてます。ですね、別に他のアーティストさんとかバンドさんを落として爆竹さんを持ち上げようとかそういうつもりではなかったんですけど、そういうふうにも聞こえるような発言をしているかなっていうのがあって、そうではなくて、まあ、あの CD の売り上げ枚数が重要な指標とされていた時代に、まあ、その時代にデビューした人たちっていうのは本人たちが作品としてシングルを出したくてもレコード会社さんからの要請とかが強力なものとしてあって、おそらくカラオケバージョンも同時収録した形でしかシングル出すことが難しかったんだろうなっていうことがまず一つあって、爆竹さんはその当時すでにある程度キャリアを重ねていて実績があったので、自分たちはカラオケを収録したくないですって言って収録しないシングルを出すことができたのかなっていう、そういう部分、まあそれもやっぱり爆竹さんすごいなって思うんですけど、あの時代でも周りに流されたりせずにというか、まあ、どういう事情かわからないですけども、 CD シングルはシングルとして完結してる作品としてリリースしていたっていうのはやっぱりすごいことだなと思ってますっていう補足の上で動画をご覧いただければ。この辺もね、まあ、リミックスとかいろいろありますけど、やっぱりこうシングルも一つの作品として、例えば、まあ、僕が大好きなので言うとステッパーズとラブパレードのたった2曲しか入ってないシングルだけど、あれリピートで聴いてもちょっと小さいアルバムを聴いてるような感覚になる。まあ最近の GoGoBeatTrain にしても、恋と歌と Just One More Kiss の4曲、本当にミニアルバムみたいに聴いていられる作品として成立してるので、もう爆竹さんは本当にシングルというものを作品としてリリースし続けてくれてたなって思うんだけど、そう言っておきながら例外的に爆竹さんのノンボーカルバージョンとかあったりしてね、多分ないと思うんだけど、まあそんなこんなで爆竹さん、世間がカラオケバージョンシングルに入れるのが当たり前だった時代にもそういうのはやってなかったんですよ確かね、っていうお話でした。